こんにちは。こんにちは。コーク銭湯佐賀の中島徹とアシスタントの真名子泉です。どうぞよろしくお願いします。あなたを元気にするアイファインチャンネル、今日も皆様方からのお悩みにお答えしていきたいと思います。それでは今日のお悩みをどうぞ。はい、夢を諦めきれないという方へアドバイスをお願いします。はい、わかりました。まずですね、夢を持って、がむしゃらに努力をして、道を開いていくっていうのはとても大事なことですし、うん、まあ、私たちもそういった経験をしてると思うんですけど、じゃあこの道が開けなかった時にどうするかっていうのがとても大事だと思うんですよね。うん、で、その時に必要なのはですね、うん、人生の多角化をするっていうことなんですよ。多角化。多角化。ちょっと難しいかもしれませんけど、ちょっと例え話をするとしたらですね、まあ、野球ですね。野球の中で、まあ、ピッチャーがいますけれども、うん、まあ、ピッチャーもですね、優秀なピッチャーで、一ゲーム全部自分で投げ切るっていうピッチャーもいると思うんですけども、うん、でも、監督から見るとですね、うん、この、試合を、まあ、なんとか乗り切るためには、うん、まあ、先発のピッチャー、うん、それから中継ぎのピッチャー、うん、最終的に抑えのピッチャーということで、だいたい3人ぐらいを、上げて、まあ、予定を、うん、準備をしておくと、どんな状況に、まあ、例えば最初の先発ピッチャーがね、うん、調子が悪くなった時でも、はい、中継ぎ、そして抑えっていうふうにしていくと、最終的には、そのゲームを、まあ、勝てるというか、乗り切ることができるということなんですよね。で、これ人生もですね、実は同じように、まあ、先発って、要するに夢を描いて、それに向けて、まあ、資格を取ったりとか、学校行ったりとかしてね、はい、突き進んでいくんだけれども、最終的なその道は開けなかったっていうことはありますよね。あります。でも、先発投手だけで、それだけで、突き進んでいくと、うん、最終的にはその挫折した時に、ものすごい、こう、まあ、傷を負う。ことになるんですよね。落ち込んじゃって。落ち込んでね。うん。だから、その進み、先ほどの野球の中継ぎ、抑えという考え方からいくと、うん、夢に向かってがむしゃらに頑張るんだけども、その時でもですね、もう違う道を、ある意味、いくつかこう用意しておくことによって、挫折した時にですね、その道へと変えることができるわけなんですよね。うん。だから、この道しかないって思って進んでいくと、うん、その道が途絶えた時に、うん、もう終わりだっていうふうに思ってね、すごく苦しむことがあるんですけども、いや、人生っていうのはいろんなことが起こり得るので、今のうちから、まあ、じゃあ、まあ、例えば、その蕎麦の打ち方を練習しておくとかね、そういう感じでこう変えていく人も中にはいる。わけですよね。で、特にですね、専門的な仕事をされる方は、特に注意しておかないといけないと思います。まあ、お医者さんとかね、はい、特に、まあ、その家庭に生まれたら、うん、もうその道を目指さないといけないということでですね、はい、親からもこの道しかないぞ、ということで、ガンガンに言われてですね、育っていくと、はい、ただその人がですね、本当にそのお医者さんの適性があるかっていうのはまた別の問題であってですね、はい、すごいこう血を見るのが気合だという方もいたり、まあ、あとは、そうですね、やっぱり学力的にね、結構追いつかないっていう方もいて、この医学部に入れなくてね、本当に苦しんで、挫折してしまうっていう方も中にはおられます。だから、やっぱりその、この道しかないっていうふうに自分で限定してしまうんではなくて、うん、早いうちからですね、自分の中の、その、いろんな能力に、こう、目を向けておくっていうのがとても大事だと思うんですよね。うん。だから、それを、まあ、人生の多角化っていうふうに言います。うん、で、まあ、今はですね、うん、人生100年時代っていうふうに言われてるじゃないですか。そうですね。うん、そうなると、うん、この道だと思って突き進んできた、まあ、お父さんがね、うん、60、まあ、定年退職になった後に、もう道がなくなってね、挫折じゃないけれども、やること、人生の意味がなくなって、まあ、家でね、だらだらとしてしまうと、ね、奥さんから文句言われてね、居場所がなくなってっていうこともありますよね。うん、だから、そういう時も、その、うん、
現役時代の時に自分の能力他にないかっていうことをね、うん、いろいろ考えて、うん、いろんなのにチャレンジしておく、うんうん、おくとですね、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、そばの打ち方とかね、そういうものを現役時代からこう例えば、日曜日にはね、そういう習いに行って身につけておくと、退職した後にいざじゃあ蕎麦屋をちょっとやってみようかと、ということで開いてみることもできるわけですよね。だから、そういうふうに、うん、まあ、いろんな可能性を持っているっていうことを、まず信じることだし、うん、それに対して、チャレンジをしてね、うん、置くということがとても、大事かなというふうに思います。それは、まなごさんも何か、別の道を考えたことがあると聞きましたけど。そうですね。うん、まず一つ、もう小さい時から本を読むのがすごく好きなので、小説家になりたいなっていうのが一つずっと続いてるんですよね。そうですか、うん。はい。だから、なんか嫌なことがあったら、あってもっていうかな。嫌なことがあっても、本を読んで、すごく元気になります。すごい元気になります。へぇ、それはすごいですね。うん、まあ、小説家、その文を書く、本を読むのが好きと。うん、で、そっちの方面のことも今温めてて、うん、まあ、今後は大ベストセーラー作家になる可能性もあるということですよね。そうです、うん、だから、まあ、人生本当に、どこでどうなるかわからないので、うん、そうですね、電車だと単線、一つの線路をこう行っている電車なのか、うん、伏線型って言っていくつかね、線路あるところをこう切り替え切り替えしながらこう行く電車もあるんですよね。うん、そうね。だから、単線型だとそこの線路のところに石が置かれても、進めなくなるけれども、伏線型でね、切り替えができたら、それを避けてこう、通っていくことができる。うん、まあ、長い人生の中で、切り替えができるっていうことはとっても強いと思うし、うん、まあ本当に今人生100年時代ということで言うと、長いんだよね、距離が。うん、まあその間切り替えをしながらやっていかないと、最終的到達地点に行かないということになるので、うん、まあ人生の多角化っていうものをよくよく考えていただけると、まあ、より良き人生を送ることができるんじゃないかなというふうに思います。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは今日のあなたに送る I'm Fine の一言は、困難を解決すると同時に、いつも新たな道を開いておくという言葉をお届けしたいと思います。それでは、あなたと共に I'm Fine。 次回お楽しみに。